ただろ酔っ払いめんどくさいって。我慢したっていうか、じゃあヒロヒロだけ見ないで、ヒロヒロだけブロックしてあげるから見ないで、うん、いや何があったのかよく分かんないけど、なんか悪酔いしてたのかな。そう、なんか悪いこと言ったか、なんかありんじゃん、なんかただなんか酔っ払ってなんか突っかかってくる、あのキラゴンさんだけ空気関係ないこと言ってるから、あの空気読んでね、うん、ご飯うまかった、食いすぎちゃった、そうそうそう、りんちゃんあんなんだから、別に俺はりんちゃん知ってたから別にあんなんなんだけど、ただめんどくせって感じ、なんだろうね、あのあーなんか帰ったよって、俺が見た時にはもう帰った後で、俺がこう見た時にはナヒさんがなんとか餅、何餅だっけ覚えてる、出てこなくなっちゃった、鏡餅正月にみかんとセットで飾る鏡餅いかがすかみたいな、なんか歌を歌ってるのを聞いて、なんか それを聞いた後に電話かかってきたから、ああわらび餅か、わらび餅の歌を歌ったの聞いててくれた、俺が歌ったの聞いてくれた、ゆかりが電話 してきたから、俺が歌ったの聞いてくれた、 ゆかりが電話した後に、頑張ってた、全然頑張ってる意味が違う、空気読めてないんじゃない、あ、聞いた、俺面白くなかった、あのなんか覗くのは覗けないけど、なんか上から聞いてて、あ、見てない、見てほしかった、よかったでしょ、あれ面白くなかった、うん、聞いててくれた、すごい俺の中 で電話俺にかかってきたから、俺が歌ったの開始のこれ面白いんじゃないか、笑ってくれてるかと思ったけど、聞く前に俺が先切っちゃった、ありがとうみんな、いやなんか、うん、ああいうモードになっちゃうと、なんかナイスさんって絶対的に空気が読めてないのに、なんて言うんだろう、こう自分が守りたい方を守っちゃって中立を取れないから、ああなっちゃうと、うん、これはもうどうしようもないなと思って、俺とりんちゃんがあそこでいてもあれだから、うん、お土産忘れちゃったね、まあ後で取りに行ってやり、なりそうでいいけど、まあゆかりなんか家近いからね、いつでも取りに行けるし、そう、俺ご飯だけ一生懸命食べた、すごい、うん、まあ自爆とこうみんながいるとね、やりにくいんじゃない、俺が帰ってから須田君、俺会ってないね、須田君、凛ちゃんへのあたりヒヤヒヤしながら、ああそう、別に俺あんなんで凛ちゃん怒るんだったら配信やっていけないんじゃない、なんかね、こうアンチにコメント叩かれたぐらいで怒んないのに、なんで俺の普通の注意がなんであんな泣いちゃうんだろうみたいな、うん、知ってるよ須田来てるの、怒ったのかどうか分かんないけど、うん、なんかこうまずゆかりんちに来る前からなんか雰囲気がね、なんか突っかかってくるなみたいな、うん、どこが頑張ったのか全然わかんない、
なんか自分は頑張ってると思いたいんだろうね。俺に？なんか勝手に自分でさ、なんかマネージャーのポジションに入って、で勝手にストレス溜めて、なんか俺にぶつけてなかった？なんか我慢してたっていうか、勝手に自分の奴隷みたいなポジション取ってたじゃんね。なんかそれで俺に当たられてもなみたいな。そうだからまあそう。ゆかりの態度怖かった。ゆかりは空気読めてないからずっと淡々と、なんかあの時はちょっと酔っ払ってチゲすすってただけだよ。髪の毛がなんかね、濡れてる時どうしようもないんだから、顔にひっついて乳液と化粧水でくっついて。まあでもね、面白くなかったんだろうけど、なんか全部でなんか5000人ぐらい見てたんじゃない。今もさっきまでゆかりの枠4500人ぐらいいたでしょ。ひげ抜いちゃうんで俺、手癖で。ナイスワークでゆかりが気を使えてひどかったよ。だいぶ気使ったでしょ。もうあの料理をつけた時点、作った時点で一番ね、今日一番こう気を使ったのはゆかりじゃない。カクカクしてる。あごめん。で充電しながら配信してた。今も4000人超えてる。大フィーバーじゃん、ゆかりの枠だったら。まあみんなね、りんちゃんっていうキャラクターを知らなすぎて、そう、俺はりんちゃんっていうのは酔っ払ったらめんどくせえなと思ってたし、で来た時からなんかめんどくさいから俺は決めてて、もうめんどくさくなったら俺は帰るって決めてたから、うん、頑張ったよね。料理美味しかった。まあ刺身はね、ほんと買ってきただけなのかもしれないけど、めっちゃうまかったね。刺身、唐揚げと刺身が、チゲもうまかったし。りんちゃんはナイスがわからないって言ってるのがムカついたからって言ってたよ。わかんないだろあれ。誰がわかんの、あそこでりんちゃんの気持ち。そうそう、なんか誰もこう話を盛り上げようとしてないから、話盛り上げて頑張ろうかなと思ったけど、あのナイスさんとリンちゃんの下ネタはなんか生々しくて気持ち悪いなみたいな、こう何か俺の下ネタって冗談になんだけど、なんかナイスさんとリンちゃんの下ネタはなんかもうリアルすぎて、なんかそれを言われたからって周り笑わないし、なんか昨日あったんだろうなみたいな、昨日なんかまた変なことしたんだろうなみたいな、そう冗談、笑えない冗談だから、なんかあれで盛り上げてたつもりなのかもしれないけど、そこじゃないんだよなみたいな、そううわーみたいな、俺もゆかりも笑えないし突っ込めないしみたいな。マネージャーってのも無理があるし、あれヘイト別に向いてなかったよ俺らの枠は。リンちゃんが泣いてもね、ナイスさんの枠ではヘイト向いてたのか分かんないけど、ゆかりの枠では全然俺にヘイト向いてなかったよ。どうして泣いてんのみたいな、どうしたどうしたみたいな、みたいな、うん。ナイスさんの枠見てたらね、ヘイトが俺に向いてたのかどうか分かんないけど、
ゃあナイスさんの枠はナイスさんの枠はこうナイスさんを信者にしてる人しかこうでその以外のことを書いてる人ってミュートされていくから、まあそこの枠はなんかね、うん、俺とリンちゃん別に仲いいから、うん、別にね酔っ払ってなければあんな口の利き方ぐらい、ナイスさん。よくわかんないな、うん、ゆかりは湧いて閲覧湧いて喜んでんじゃない、スザクとも会えて、あ、仲いいよ俺とりみちゃん、別にそんな、うん、いやあんくらいで怒んないでしょ普通、あんくらいで怒る、みんなだってみんなハテナマークだったじゃん、なんかね、来た時からツンツンしてたね。そう、まあ別になんか俺の中でも峠は越えたかなみたいな、一番いい時間帯で多少沸かしてこれ以上いてもね、なんか11時にはなんか彼氏が来ちゃうとかなんとかって言ってたし、まあ遅くても10時までには帰ろうと思ってたから、まあ9時過ぎぐらいだからちょうどいいかなと思う。全然そう、ご飯美味しかったから普通にご飯食って帰ってきたって感じ、お腹満たしてタワークで一応映ってうん、うん、顔変わった、あんな顔じゃなかったもんと思った、化粧とかで変わんのか、ふわっちで配信してないでしょ、 TikTok で配信してんじゃないりんちゃん、軽くなんかあれだね、覗いたね、こんばんは、反省点は何なんだろうな、メンバーっていうわけでもないし、メンバーが悪かったってわけでもないし、まあリンちゃんがお酒を飲んじゃったってところぐらいかな。おいよ、え、リンちゃんふわっちバになったの、あの後ふわっちバになったの、私はふわっちって言ってたのに、ふわなんか TikTok やってるって言ってたから TikTok、 いやなんか4人だとね TikTok はね入りにくいんだよ枠が、だからあれは仕方ないかもしれない、まあ俺だったら4人にまとめた方がいいなって思うけど、だから TikTok かな、 TikTok はねあんまりねこうみんなでやりにくいんだよね、あなってないって、まあナイスさんの企画なのか、うん、まあお土産は後で取りに行けるでしょう、りんちゃんはさっきの列回ってない人といた、あーお稲荷さんなんか歌舞伎町に行ったんでしょ多分、なんか
おゆかりは別にあれなんじゃない、なんかりんちゃんも俺もナイスさんとみんな、まあ、りんちゃんは初めてだったかもしれないけど、そんなゆかりは誰とも揉めてないし、別になんか俺も別にそんな疲れてもないし大変でもないし、なんかお酒飲むと大変なんじゃない。お疲れ様。いやいや、みんな見てる人は分かってるでしょ。なんかいつもああいう人のせいにしちゃう人なんじゃない。もういいよ、ポージは止まらないんだよ。うん、ポージは止まらないの。人の話が聞けないっていうか、ナイスさんに言えばいいんじゃない。ナイスさんに。今のポージのまんまだと人が離れていくよ。人の言うことが聞けないっていうか、こう人の気持ちが分からないっていうか、うん、それはしょうがない。そうそうそう、別に敬遠じゃない。リンちゃんとナイスさん、人の家で何か伝わなきゃと思うのはあるけど、配信として違う、必要なかった。逆にじゃあ、あの場でね、あじゃあみんな手伝おうか手伝おうかって言って手伝って枠を放置するのが一番ダメでしょ、配信者として。後からやればいいじゃん、片付けなんて。ナイスさんはトイレ行ってて、ね、俺しかコメント読んでない、で俺はここにコメントいる、でリンちゃんしかナイスさんの枠見てないのにナイスリンちゃんまで行っちゃう、でゆかりは自分でチゲ鍋よそってる、俺しかあそこで席ついてなかったでしょ。配信してる意味あんのそれ、みんな集まって。そうそうそう、ナイスさんと前喧嘩した時は俺ん家にいきなり朝方6時ぐらいにリンちゃんが来て、ナイスさんと喧嘩したから家入れてみたいに来た時もある。なんかね、お酒入るとなんかね、こう、そう、それをなんかこう俺がね、なんでたわく回さなきゃいけないの、みんなに気使わなきゃいけないのね、俺一人で喋ってなきゃいけないのっていう、だからそれを俺が頑張って精一杯気遣ってないように思うっていうのは、なんか周りが見えてない人なのかなみたいな、せめてね、りんちゃんはナイスさんと一緒にいてマネージャーっていうんだったらナイスさんの枠ぐらい見ててあげてよみたいな、こっちの4人との会話も回してコメント欄も読んでってこう。難しいけどね、なんかあの4人ねとこう話したことあるのは、でナイスさんの枠はそれでね、ありがとうと、それで成り立ってるからな。ナイスさんはいつもこう枠を放置しても好き勝手やっても、あの枠作りでナイスさんが正しいっていう枠作りで、なんか枠が成り立ってるから、じゃあそれでいいんじゃないと思うけど、ナイスさんはね、こう一回モデは全員外した方がいいね。なんかこうキラコメしか流れてなくて、自分がこう間違ってることが分かんないよな、ナイスさんは。いや、ゆかりが一番得してるって、今回の件は得してるっていうか、
ゆかりって結構何気にチヤホヤされたいタイプなんで、自分のことだから。ゆかり一人で男がいっぱい集まってきてるあの状況は、ゆかりは多分一番楽しんでると思うよ。でもまだモテつけたでしょ、相当ミュートしてる人いるじゃん。ミュートブロック、ミュートブロック。ナイスさんの枠で今日ミュートされた、ブロックされたって人いるでしょ。いない？ナイスさんの枠で今日ミュートされた、ブロックされた。リアね、止められないんだよ。ポージ誰の話も聞かないし。俺もね、こう言いたいのは山々なんだけど。もう止まらないんだよ、リアちゃん。お腹いっぱい、食いすぎた。気持ち悪くて寝れない、今。久しぶり。なんかね、まあ、結果が喜んでるでしょ。結果が一番なんか得だったのがゆかりじゃない今回。ナイスさんはなんかワンチャン、ね、ゆかりとなんかね、こうルイジはこうなんかどうするみたいな、リンとゆかりどっち取るみたいなことなんかこう配信外で言ってきて、 いやいやいやみたいな、もう リンちゃんとナイスさんはもう二人でね、もう昨日も泊まってるし、もうどうするもクソもないじゃんみたいな。でゆかりとは別にね、彼氏もくれそうもならないしみたいな。でね、ナイスさんからしたら二人っきりになれたから美味しいなと思ったんだけど、すぐゆかりはスザク呼ぼうとしたりね、彼氏呼ぼうとしたりするから、あのナイスさんからしたらまたこの間のなんかあのね、飲まされ飲んだのに俺使うとこなかったっていう、なんかね、ちょっとあれ考えないからな。やっぱりなんかあれだね、ミュートひーちゃんのその仙台組が、そうそうそう、なんかゆかりもサイコパスなんだよね。ちょっとなんかこう、なんか彼氏にさ、俺を合わせようとか、スザク合わせようとかさ、なんかこう、ちょっと気持ち悪い。まあね、やっぱ人ってそういう変わってるところがあるんだろうね。みんな、誰しもが。俺も旗から見たらさ、変なところあるだろうし。なんで帰ってきたの？あれ以上展開がないし、リンちゃんあれ以上怒らせても知らないし、あの場でね、誰も、あれでしょ、俺をかばってくれないでしょ。あれにしようか。モデにしようか、タッピオ。だから、あそこでこう計算して、このまんまいても俺に得ないなと思って、でも、あそこで、あの場で、すぐ枠をつけるのも、あそこの枠に失礼だから、ちょっと一旦落ち着いてからでいいかなと思って、プラーと歌舞伎町でトリートメントと、洗剤買って、で、シャワー浴びて、一呼吸置いてからそろそろいいかなつって。気遣いのプロだから、俺。すんごい気使うから。オキタピも行ったんだ、そこ。なんで秘密基地の話してんの？
ち着いた気持ち。トリートメントね、あの、一紙のなんかプレミアムみたいな。明日バスケしないでしょ、どう考えても。誰もの、そのネタに乗っかってないね。キタピが言ってることでさ、正しいと思うことってないじゃん。キタピは全てにおいて軸がずれてるじゃん。だから、ね、キタピがゆかりダメだって言ってたよって言って、そうだね、キタピが言ってるなら絶対そうだね、ゆかりがダメだねって乗っかる人いなくない？キタピが言ったら、あ、じゃあ違うんじゃないって思うのが普通でしょ。誰から見てもそうでしょ。この世でキタピと意思疎通できるのっていないと思うよ、この世で。俺A型。でも今キタピ閲覧持ってるからね。いや、元美容師でも、だってさ、あれでしょ、調理師でもさ、塩コショウ使うでしょ、醤油使うでしょ、一緒だよ。美容師さんがね、普通にそこら辺のトリートメント使う、シャンプー使う。歯医者さんがそこら辺の歯ブラシ使う、歯磨き粉使うと一緒だよ。ありがとう。なんか、いっぱいギフトありがとう。こんばんは。なんかめっちゃって、なんか LINE が来るんだけど、これ誰が LINE 送ってんだ、これ。さっきからなんか LINE がめっちゃ来る。そのせいでラグくなったのかも、さっき。ちょっと待ってて、一回 LINE 見させて。カラーシャンプーしない。ムラになるよ。ちゃんとね、こう、根元は根元でこうやってね、ここだけ一番最初に黒いところだけ染める。で、次にこう傷んでないところまで染める。で、毛先のもうこう死んでる。こう、分けながらこう、染めないとムラになるよ。で、カラーシャンプーなんて一番ムラになるから、カラーシャンプーなんかやってたら髪の毛の色が虹色になると思う。ちょっと見てみるライン。画面がうさまなの？画質が。そんな今画質悪いの？あ、リエちゃんはね、一生預からなくていいです。うん、リエちゃんは一生預からないでください。人んちの子をね、勝手に預かるっていう人ってすごい怖いと思わない？うん、リエちゃんだけには一生預けたくないし、関わってほしくない、うちの子に。うん、バスケはね、もともとね、なんか、決まってない企画だから勝手に期待されても困るし、うん、何も動き出してないのに勝手にね、今度やるの、20日やるのとか決められても、ちゃんと話を聞いててほしいね。筋肉痛、体中。女の子だった。なんかめんどくせえんだよ、なんか。ね、今日会えるの？何日だったら会えるとかって言って、その日だったら会えたのになとか、今日は会えたのになとか、なんかそういう、なんつうんだろう、こう、カマチョラインみたいなの来んの一番うざいね。うん。会える日だけコメントしてきて、LINE してきてほしいよ。今日会えるよ。あ、じゃあ今日会おうね。それだけでいいんだけど、もう LINE する連絡が。いつ会えるの？ああ、その日なんかなんかの用事がある。ああ、その日女の子の日だ。とか、なんか、うぜえんだよ、マジで。もう二度と LINE してほしくない、そんな奴ら。そう、うざっと思って。そうです、
他人の金預かってね、こう、そのリスクを考えないで私預かりますよっていう、そういう、なんだろう。無責任な人に誰も預けたくないね。うざいんだもん、ほんとそういうの。ああ、全然 OK。なんか、ホテル行くし、そういう女の子の日だったら、家汚されたくないから。機嫌悪いかな。なんかコメント欄がね、なんか、そうなっちゃうね。あ、ごめんね。言い方はきつくてごめんね。だけど、なんか自分の子そうじゃない、なんか、会ったこともない、知らないのに、そんな わかんない人に、預かるよとか言われたら怖くない、ちょっと。今がまだトゲトゲしい時期に入っちゃったのかもな、なんか、今日の、意外とね、なんかあれだったのかもね、こう、うざかったのかもな。優しくない、今が、俺が。ごめんね、ほんと。言い方きつかったね。ごめんね。リエちゃまはすごい、いい気持ちでね、言ってくれたのに。なんでコメント読みづらいんだろう。ハーフパンツが白いから。男の子の日かな、俺。あ、ごめんね。おばあちゃん泣いてた？エミリーさんちの？冷静じゃないね。そうそう、なんか、感情が、顔に出にくいのか、態度に出にくいのか、ただ言葉がきつくなっちゃうのかもしれない。いや、ミサスのカレーは、なんかあれで、なんか、誰だっけ、なんとかさんが持ってってくれた、お手伝いさんが。警察来て、ミリさんが泣いてたの。ミネさん、よく名前覚えてるね。まあ、ナイスさんに誘われたから、まあ、とりあえず行っただけっていうか。でも、なんか、断らない時点でもう、それは、同罪というか、その企画に乗ってしまった時点で、ね、あの企画なんて別に、ナイスさんなんて思いつきでいつも言ってるみたいなもんだから、ゆかりもね、あ、そんなにみんなに会いたい、ルイジさんに会いたい、ナイスさんに会いたい、リンちゃんに会いたいじゃなくても、ゆかりもこの企画に乗っかった時点で、あ、じゃあね、たくさんこうやって手料理振る舞おう、ね、こう、美味しいの食べ出そうとか、俺もそこに乗っかった時点で、ね、あ、じゃあ、なんか面白くなるように頑張ってね、最低限も話さなきゃなとか、ね、こう、閲覧を沸かせなきゃなとか、だから、もうそこの乗っかった時点で、後から私行きたくなかったのにとか、ぐちぐち言うのは違うんだよ。うん。考えてない、20日の企画。盛り上がってるんだ。じゃあそっち見に行ってください。いや、あるよ、あるよ。まだあと何枚かあるって。まあでも、ぐだるのがこう、ナイスさんの色というか、あれが面白くなんじゃない？みんな、ナイスさんの枠はあれが、食いすぎちゃって、マジで。なんか、ナイスさんとゆかりの二人もなんか、あれだったけどね、なんか、あんまり見ない感じで、俺、ちょっと上から覗いてたけど。なんか、こう、リスナーさんからしたらと、なんかいろいろみんなのね、なくなんないよ、多分まだいっぱいある。
なんだろう 多分リスナーさんからしたら結構どの枠でもそうだけど、こうやって話し合えるのが多分楽しいんだと思う。で、なんか閲覧湧いてるところって別にこうコメント読む人がいなくても、なんかみんなでこうやって覗きながらコメント欄だけで楽しみ合ってるから、ね、なんか別にコメント読まなくても楽しんでる枠もあるし、こうね、何かあったらこう反省会みたいに意見交換でこういう風にコメント読んでもらえるってのがそう。だから朝配信とかはさ、外歩いててもさ、おい、ステッカーしておいてください。んー、どうしたの、ルーチェ。大丈夫？なんなの、エミさん、こんなとこって。苦しいし。エミさん、入るからさ。ケンジ君。どうした？どうしたの？ケンジ君。どうしたの？今起きた。こっちのセリフなんだけど。どうもしない。どうしたのって言ってるだけじゃん、こっちが。何にもないよ。ん？何があったの？何もない。またもおかしくないっす。酒飲みすぎて、もう、年がら年中。ケムリさんがね。ケンジ君。俺飲んでない。ねえ。もう、今起きてからさ。うん。もう頭おかしいって。うん。あ、そういえばお母さん帰ってきた。ただいま。どこに行ってたんだよ。お母さん。お母さん帰ってきた。もう聞いてもないし。知らない。ケンジ君。うん。どうしたと？何もない。なんか焦ってたやん。焦ってない。ケンジ君。ケンジ君？ナンバしようと？ナンバしようとしてない。なんかおかしいよ、あんた。おかしくないよ。おかしいよ。ケンジ君。なんだよ、だから。なんかおかしいって！エミリーさんもおかしい。おっちはおかしくない！寝起きでそんなつもりおかしい。え、じゃあおかしくない！いつものネタです。笑ってますから、ニコニコして、こう沸かそうと思って。ふざけてます。ネタですね、完全に。今、歯出して笑ってます。なんだろうね。まあ、サービス精神が旺盛ですね。面白いんだと。なんかね、いきなり、お昼ぐらいかな、配信終わってから、ワンワンから LINE 来て、LINE じゃないや、ワンワンから Twitter から DM 来て、LINE 教えてって言われて、どうしても相談したい内容があるから LINE 教えてって来て、で、LINE ね、QR コード送ってあげて、なんか10月になったら、モグゴリで呼ばれてるから、ね、止めてくんないみたいな。いや、10月にならないと分かんないし、ね、たまには私に協力してよ、私も沸かせたいんだよって言ってて。まあ、うちに来ても沸くか分かんないし、俺その時で、ね、どこにいるか分かんないし、つって。
ね、で、ワンワンさ、常にさ、こう、ね、あの、なんかポージーに告白芸とかさ、なんかいろいろやってんじゃん。レオさんに告白したりとか、なんか、レオさんに彼氏いたのとかなんとかって言ってさ。で、うん、ね、なんか多少の閲覧は湧くかもしんないけど、なんか、そんな面白くなるかねっつって。そしたらなんか、こう、ワンワンがね、多分エミリさんに嫉妬してんだよね、なんか。私はエミリさんみたいに沸かすことできないし、ね、なんかそんな、沸かそうって言われたらなんかこう、どうせ沸くわけないじゃん、とかなんか言って。なんかね、多分、エミリさんに、と似たような路線でやってきたから、こう、エミリさんが沸くのがね、こう、許されるのが許せないんだろうね。こう、許せないっていうか、こう、ライバル視しちゃうんだろうな。うん。同じことやってんだよ、確かに。エミリさんもいろんな人に毎日のように好き、好き、好きってこう、ね、こう、関わってきた男をこう、こうやってスタンプラリして、うん、わかってるよ。ハグるんだもん、エミリさん。買ってくんない、イヤホン。ケンジ君、ケンジ君、聞いてるよ。ケンジ君、ケンジ君、ワンマンと会わないで、ワンマンと会わないで、ケンジ君。エルがね、寝てるからうるさくしないでよ。エルがかわいそうだよ。いや、酔っ払ってないんじゃない？つけてくれた？まあね、ワンワンのことも沸かせてあげたいと思うんだけど、うん、なんかああいう、こう、裏切ったりとか、こうね、なんか、ポージーとかさ、そこら辺ね、いろんな周りちょっかい出してて、なんかそういうところが気持ち悪くなっちゃうな、なんか協力はできないなと思って。わわ。いやいや、ジェラシーじゃないから。エミリーさんは独占欲が強いだけ。世の中の男は全員私のものだと思ってるだけだから。誰一人、ね、エミリーさんのものにならないのに、エミリーさんの中では世の中の男は全員私のものだから。狂気の里だよ。ケンジ君。なんだよ、ケンジ君って言ってんじゃん。こっちやるよ。おい、うっせえ、うっせえ、うっせえ。あなたがお前は健康です。はい、なんだって。エルが泣いてるだろ。エルが泣いてる。赤ちゃん泣くのが当たり前。へい、うっせえ、うっせえ、うっせえ。あなたが思うより健康です。うるせんだよ。ねえ、助けて。お大事に。元気いっぱいだね、ほんと。元気いっぱい。わかんない。保護された方が幸せだよ。なんだろうね。なんかそのおばあちゃんとかな、
お母さんとかのことを考えるとな、ちょっとエミリさんも抑えてってなるのかもしれないし、なんか近くに一人暮らしした方がいいよね。俺も絶対お母さんと一緒の家に住んでたらお母さん毎日泣いてると思う。また配信でお母さんのことなんか、お母さんおかしくなっちゃうよ、お母さんってずっと多分、思ったよりね、一緒に住んでる方が。お母さん、お母さん、お母さんが帰ってきた。ねえねえ、ケンジ君。あの悪魔が首ついてる声が聞こえた。ケンジ君、お母さんが帰ってきた。ケンジ君、ケンジ君、お母さん帰ってきた。うん、俺お母さん仲良くないし。いやいやいや、そんなことないでしょ。仲良くない。お母さんが帰ってきた。それだけ。ケンジ君、おやすみ。元気あるなら配信する。ケンジ君、なんだよ、なんだよ、切らないで、ワンマンと会わないで、切らないで、あー、切らないで、あー、真似してるの。そう、真似してる。うちのいい子だから。いい子だから。じゃあちょっと今から見せるよ。あれ、どうやってするんだっけ。髪の毛ちょっとブリーチシャンプーしたんだ。配信者決定です。エデ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 。今日も警察来たんだよ、さやば。みんなちょっとピンコだね。片方がダメだった。ダメ。おいでおいで。ダメだって。こっちに来ないで。ちょっと俺のあげたぬいぐるみだと使わない。あ、なんで落とすの。なんで落とすのそれ。パパ、危ない。なんでそれ落とすの。なんでそれ落とすの。なんで嫌いなの。嫌いなの。クマが。クマが。あ、自分で飲めるようになったの。こぼれちゃう、こぼれちゃう、こぼれちゃう。いいお母さんはいい。お母さんはいい。やめて。飲んでるな。いい子。
えでー。えでー。なんか、噛んでて早口だ。あ、かわいい。もみあげちょっと切ってあげるね。でで今日も警察来たんだよ。なんでそういえばさ、なんで来たの？知らねえよ。腹割ったからじゃない？ああ、かもしんない。またドッグフード食べちゃったからとか。ドッグフード食べちゃってないよ。うんち、うんち、うんち、ちびっちゃったんでしょ。とにかく警察が来たんだよ。うんち、ちびっちゃったんでしょ。うんこ漏らしたよ。エアコンのリモコン持ってコンビニ行ったんだよ、うちバカだからさ。そしたら、うん、うんこ漏らしたの。そしたらうんこ漏らしたの。ドッグフードが、うん、エルリーがドッグフード食べたけど。なんだって。もうエルがドッグフード食べたって。ハト来たよ。エルはドッグフードなんて食べないよ。ケンジくん、なんだよ。なんだよケンジくん、なんだよ。眠くなったの俺。ケンジくんって言ってんじゃん。切り抜きになるってドッグフード食べてる。ケンジくん。なんでしょう。なんでしょう。ケンジくんって。聞こえてますけど。ますけど。ケンジくん。ケンジくん。それさ。それさ。自分のアプリのアプリやるからやるんじゃなくて、俺がアップの時にやるならわかる。自分のアップの時に聞かれても完全に自分に聞けない。わかる？わかる。自分がアップの時にこうやってやるのに、俺がアップの時にアップの時にやるの。全国のケンジくん。うるせえや！待って待って、髪ぐしゃぐしゃのうち配信してないんだけど。寝なさいよもう。俺も寝るか。小山家はこうでなきゃって、こんなん嫌だよ。地獄だ。あれ、毎日は大変だぞ。全国のケンジ君が面白いの。いいやか。やだね。なんかね、一人が楽になっちゃうよ。ミリさんといると。疲れちゃって。あー、どうしよっかな。ポージーゆかりスーパーナイス。最後どこ行く？ポージーゆかりスーパーナイス、どこ行く？最後一番盛り上がるのはどこだ？ポージー、ポージーゆかり。マックインさんとは俺噛み合わないんだよ。なんか苦笑いしかできないんだよ、マックインさん。いや、ポージーとは別に喧嘩してない。なんか、トコナツさんはね、ちょっと。ゆかりにお礼して終わるか。
ザクいるとちょっとだるいな。まあ、いっか。病んでるのは自業自得だろ。あ、ダメだ。コラボ中じゃない？ナイスさんとゆかりでコラボ中じゃない？もうじゃあ俺と組まない？どうしよう。同説稼いだらできやすくなる。よし。コージーと俺が組む。俺もう寝ますんで、最後一戦お願いします。で、ゆかりごちそうさま。ご飯美味しかった。ナイスミスのバラ。バラないよ。ナイスミスのバラね。ありがとうね。ゆかりご飯美味しかった。3ポイントあるよ。バラ。3ポイント。全員で画面タップにします。ポージーしか俺あれだから、あの、あれつけてないから。え？ポージーしか。お願いします、タップ。タップからお願いします。ポージーだけミュート解いてるから。あ、ほんと？うん、うるさくてごちゃごちゃしてるから。俺もタップお願いします、タップ。全員画面タップからお願いします。タップお願いします。僕ちゃん、キーちゃんありがとう。これバラバトルじゃないよね。ギフト飛ぶようになってるよね。一人画面タップで3ポイントあるんで。タップ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 。で、タップ終わった方はタップ完了コメントお願いします。勝つぞー。タップ完了、タップ完了。さっきヒタンとポージーが電話で話してたのが事実だと思います。で、それ配信で説明したじゃん。タップお願いします。スピチャ、何ポイント？で、配信繋いだら、なんで私が謝んないといけないのって、そんな関係ある？じゃあ。3500遠い。皆さんよかったら100ぐらい。やばい、これだとやばいな。100ずつ、100ずつお願いします。100ずつ。一人でいい格好しないでいいから100ずつね。皆さん、ここでお願いします、これ。クラゲちゃんありがとう。クラゲちゃんナイス。サイコロちゃんナイス。あ、サイコロちゃん、Rちゃんナイス、ありがとう。そこ、あゆはちゃんありがとう。うわ、ありがとう、ありがとう。いい格好しちゃった、ありがとう、ありがとう。ちゃんありがとう。あやたかちゃんありがとう。レンちゃん、ゆかちゃんナイス。俺とポージで飛ばすぞ絶対に。ありがとう。皆さん、相手がどんだけ弱くても関係なしで。ありがとう。俺とポージの勝負なんでもう。いや、勝つでしょう。これは。いや、わからんよ。昨日負けたからね。え、誰、ルイさん負けたの？ポージにね。ああ。ボロ負けしたからね。ありがとう。皆さん、2倍始まってから全力でお願いします。キャンディーちゃんありがとう。ヤンちゃん。キーちゃんナイス。ありがとう、キーちゃん。ありがとう、ありがとう。よし、2倍。みんな2倍、2倍でいっていい。お願いします。2倍でいってほしい。エムちゃんナイス、ありがとう。ムーちゃんナイス。ちょっと俺のラグってるからな。みんなありがとう。頼む、頼む、カルコさん、頼む、超えないってやつ。ヒアちゃんありがとう。B ありがとう。ここでいってほしい。ハズキちゃんナイス。ここでいってほしい。ターボ、ターボ、ターボ、ターボが言えてる。JK ちゃんありがとう。ここでいってほしい、みんな。JK ちゃん。アナちゃん、アナちゃん、アラブス、アナちゃん、アナちゃん、ナイス、ありがとう。ありがとう、アンナちゃん。抜かれるんや。あ、ありがとう。ミキちゃん、アロマ次郎、ミキちゃんナイス。てか、ミキちゃんナイス。ありがとう。よし、2倍。2倍。ありがとう。ミカちゃんナイス、ありがとう。ね、俺あげるからね。ありがとう。アオちゃん、ありがとう。ムーンライトちゃん、ハズキちゃん、キャンディーちゃん、アンナちゃんナイス。みんなありがとう。みんなありがとう。キラスちゃん、キラスちゃんナイス。ありがとう。ナユちゃん、ありがとう。ありがとう、コニー、ありがとう。ありがとう。ミキちゃん、ミキちゃん、アロマ次郎、ミキちゃんナイス。てか、ミキちゃんナイス。ありがとう。ピーちゃんナイス、ありがとう。さきありがとう。ゆうちゃんナイス。ゆうちゃん、田中ちゃん、みーちゃん。たくさんつけるぞ、たくさんつけるぞ。グローブあったらグローブ使ってもいいからね、グローブ。クラゲちゃんナイス。頼もうかありがとう、頼もうかありがとう。あじさきちゃん、見つけるぞ、見つけるぞ、4コラで。たなこちゃんナイス、ありがとう。なんちゃん、Rちゃんナイス。ありがとう。ありがとう。ななちゃん、キャンディーちゃんナイス。キャンディーちゃん、キャンディーちゃん、アルマスケをキャンディーちゃんナイス、ありがとう。エムちゃんナイス。ありがとう。ゆうちゃん、ありがとう。なゆちゃん、ありがとう。やばいよ。ポージが詰めてきてるぞ。ポージが詰めてきてるぞ。シュゴーちゃん、ゴグマちゃん、ケイコちゃん。ちょっとここで一番になりたい、俺。ここで一番になりたい。飲んで。やばいぞ。ポージが詰めてくるぞ。ラスト30秒でグローブ。ちゃんありがとう。ラスト30秒でグローブ。いや、ここで一番になりたい。ラスト30秒でグローブだぞ。とりあえずチームだから一番になりたい、俺は。ここで。ノリピちゃんありがとう。みんなありがとう。ラスト30秒までね。グローブある人いる？グローブある人は。キラスちゃんに会いたい。てか、キラスちゃんナイスありがとう。グローブある人いる？エムエムちゃんありがとう。ダルルちゃんありがとう。シューマイさんありがとう。ダルちゃん。ヨヨチちゃん。ユータムちゃん。やばい、グローブないんじゃない？タマゴちゃんありがとう。アールちゃんナイスありがとう。王子グローブ使っていくんじゃない？
え、グローブ使う？いや、使いたいけど、グローブがない。キャンディーちゃん、ありがとう。待って、誰かグローブ持ってる人出してほしい。誰かグローブ持ってる人、こっち。こっち側いる？グローブ持ってる人。ありがとう。あ、よし、グローブか、グローブか。来た、グローバル、グローバル、お願い、最後。兄ちゃん、ナイスありがとう。ちょっとここ行ってほしい、みんな。残り20秒。残り20秒。キナがいないとやってくれ、キナ、ありがとう。ありがとう、ミトモちゃん、ナイス。マユミンちゃん、ナイス。たまごちゃん、ナイス、ありがとう。ありがとう、ムーライ、ありがとう。アジサイちゃん、アジサイちゃん、アジサイちゃん、アロマスが、アジサイちゃんに言っていただけない。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。チャニありがとう、チャニありがとう。ケイケイちゃん、ナイス、ありがとう。ミキちゃん、ミキちゃん、アロマスが、ミキちゃんに言っていただけない。ミキちゃん、ありがとう。ありがとう、ミキちゃん。愛してる、ありがとう。誰が愛してる？アジキちゃん、ナイス、ありがとう。どうも、ありがとう。アールちゃん、ナイス。強いな、ルイさん。ありがとう。ムロちゃん、ダルルちゃん、ありがとう。ちょうどね。ルイちゃん、アルちゃん。うん、来て。みんな団結ナイス。ダブルさん、ゆかりさん、ありがとう。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 じゃあちょっと一旦ミュートします。ミュートでね、ポージ。うん。みんなありがとう。チーム合計だと、合計だとやっぱポージーなんだね。合計だと。でもうちが団結だと。みんなありがとう。B ありがとう。パパありがとう。ターボありがとう。たなもこちゃんありがとう。青ありがとう。B ありがとう。チャンリーありがとう。コニーありがとう。サヒありがとう。ナシスキさんありがとう。みんな団結ありがとう。団結だね。みんなありがとう。みんな団結ないよ。オンちゃんないっすよ。エブエブ。ほんまに嫌い。何々さん、私、里見。今の彼氏、そういうこと一切言わないから。さっき、トトちゃん、マジで、アロマちゃん、ナナ、キラ、モモ。知らせないです。あと30分なんよ。楽しい企画ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。解散。怖っ。ゆかりのあの朱雀への絡み、怖っ。もう付き合ってないのに、あんな絡み、怖っ。みんなで団結でありがとう、片付けてありがとう。あ、オンダがトップだった。そうでしょ。なんか、何かを感じるね、オンダの。まあ、お世話になったからかな。ポージと話すことあるかな？いやいや、いいよ、ほんと。でもね、ほんと、ギフト投げてくれる人ありがとう。投げてくれた人ありがとう。ね、みんなで応援してくれてありがとう。俺別にバラ集めてないからね。そう、なんかああやって見るとね、ちょっとゆかりも変わりもんだしな。朝配信するよ、朝配信、うん、一番ありがとう、本当にしてくれて、うん、なんか結果ね、ゆかりに行こうかポージーに行こうかナイスさんに行こうかって結局 4コラになっちゃったけど、うん、ポージーと何語る？あ、投げれなくてね、まあその時その時ありますから、おやすみ、ありや、おやすみ、あれだよ、あの俺新宿にいたらあれだからね、あの取りに来ていいからね、言ってくれれば俺ミザスにも置きに行ってもいいしね、なんかお世話になってる人はね、あれだから、分かってる人だったら全然俺が渡しに行ってもいいし、覚悟がないと ここには入れないですけど、ここには覚悟あるなら、みんなありがとう。いやー、なんかポージと話してもなんかもう今更無理かなと思って、なんかほじくり返しちゃうみたいになっちゃうから、うん、何もなんかまた説教するみたいなさ、ルイージ余計なこと言わなくていいよってなっちゃうから、うん、ただね、まあ個人的にはね、あんまりなんかそこに絡んでもしょうがないんじゃないかなと思うんだけどさ。エミリさん配信やってんの？始めたの配信。元気だね、エミリさん。ブルドッグみたいな顔して、チワワみたいな。って言ってる時じゃん、それ、その声。それはウォン会長に言ったやつや、うん、ねえ、なんだよ、ウォン会長に言ったやつや、ブルドッグみたいな顔して、うん、チワワみたいな体なのって、チワワみたいな体なんだよ。なんでそれはあなたが知ってるの？いやいや、なんか
俺とコラボ終わって5秒後ぐらいにもうウォン会長とコラボしてて。あんたが相手しないからでしょ。うん、なんかすごい順番にいってんだな、こう順番ルイージー、ウォン会長2つみたいな、スザクみたいな、ルイージー、ウォン会長、三つ、スザクみたいな、都合がいいじゃん。どうしたんだい、そこに様が入ってないね、もう一くらないね、ここはいじくらないね、ください。その声やめな、喉悪くなりそう。もういじくるんだよ、悪いことばっかするから。うん、確かに子育て奮闘中。うん、なんかね、なんかちょっとなんかこうね、なんか旅行行きたいとか遊びたいときは1週間ぐらい預けてよ。でもなんか信用ならないもん、なんか女遊びしそう。ビビタロ預かってるときはもう何にもしない、ほんと。マジで、マジで、警察になるよ。体育館に連れてっていい、体育館。あの、マジで、ほんと、うちが怒ることしたら、警察だ、うち覚悟してるからね。例えば、例えば、恩田ちゃんとか会うってなったら、恩田に会ったことない、俺。一回ぐらいしか、一回か二回しか。遊ぼうってならない、恩田と。そう思っていくけんね。もしね、俺がね、捕まってもいいレベルで、俺がね、女の子と、遊んで、ね、ベビ太郎の。お前、姫香ちゃんとも会っとやろ。姫香ちゃんとも会っとやろ。誰それ。姫香ちゃんって、すぐリスナーて知らない、知らない。誰それ。姫香て誰それ。姫香てこの野郎、くさまこれ。あいからアンドレ。雲行きが怪しくなっちゃった。雲行きが怖。雲行きが怖。友達も増えないし。愛の炎は燃えている。これ誰なんだろう、いつ。はい、や次コラボ行ったらあれ誰。今エミリさん誰とコラボしてんのこれ。キタピかこれ。はいや。もう速攻キタピとコラボしてるわ。うん、はいや。誰かと喋りたいんだろうね。僕は寝ます。皆さんありがとうございました。過去のケンジ君に言いたいことは。過去のケンジ君に言いたいことは、おやすみ、みんなおやすみ。遊べる人は LINE してね、 DM、 LINE 交換してる人は LINE、 DM、 Twitter から DM、 みんな遊んでね、おやすみ。誰を相手してあげるんだよ、寝るよ。もう明日も朝早いし。ありがとう、かまってくれて。きなちゃんおやすみ、ありがとう。みんなギフトたくさんありがとう。ぷんぱんありがとう。たのもこありがとう。たわばありがとう。ごんちゃんありがとう。うさひありがとう。 B さんありがとう。もうみんなギフト投げたらバトル終わったらみんな俺の枠からいなくなんだな。ギフト投げてた人みんないなくなってるわ。高額ギフト納税者がもうみんないなくなっちゃう。エミリさんとの会話嫌いなのかな。もう俺一人だともうみんな去っていくのか。おやすみ、おやすみ。